白先生、屋根の上に行って花火が見たい。あそこは高いから地面にいる山柄を驚かせなくて済む。安心してください。山柄は足音を聞いただけでも飛んでいくので、元より驚かしてしまうことはありませんよ。ただ私たちもここにあまり長居はできません。次の患者の元へ行かないと。うん、病人重要。ナナ大丈夫。怪盗祭が終わった後にまたナナを連れて町を回りましょう。それでいいですか？じゃあノートに書いておく。ええ、わかりました。筆をどうぞ。